皆さんこんにちは。あの頃流行りの女の子といえば誰でしょうか。天地真理さんもそのうちの一人でしょう。彼女はアイドルとして一世を風靡した後、低迷期に入るとロマンポルノ作品などアダルト路線に変更するなどしていました。90年代になるとすっかり太った姿でバラエティ番組に出演し、天然キャラとして注目を集めました。天地真理さんは1972年の夏頃から1973年の秋頃までがアイドルとしてのピークだったのではないでしょうか。代表的なのは一人じゃないのや恋する夏の日。その後人気は低迷。1977年に天地さんが芸能活動を休止して間もなく、週刊誌に天地真理発狂説との見出しで奇行が報じられるなど世間をざわつかせました。そこで今回は天地真理さんの精神崩壊の真相や新婚旅行の時の奇行についても見ていきたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。まず天地さんの精神崩壊についてですが、発端は1977年のことでした。1月9日別府杉の井ホテルでのショー、司会者が語りかけても答えようとしない。1月11日文化放送ダイナミックレーダーに出演した天地真理は明らかに異常。1月13日東海ラジオ東海ハイウェイに出演した天地真理の異常はもはや覆うべくもなくなど、マスコミはこぞって天地さんの奇行を報道していました。そしてマスコミは天地さんが甲状腺機能障害を患っているのではなく、うつ精神疾患になっており、その治療のために芸能活動を休止したのではという噂を広めたのです。それでも当時は噂の真相が明かされることはなかったのですが、約40年の時を経た2015年天地さん本人が週刊新潮のインタビューで、25歳の時甲状腺機能障害ということで入院して2年間芸能活動を休止しました。本当は人気がなくなってきて寂しくなってうつ病になっていたんです。1ヶ月入院したんですが、その間に渡辺プロと病院の先生が話し合って嘘の病名を作ろうということにしたのが真相なんですと、この噂を認めたのです。天地さんの奇行ともいえる行動を懸念した渡辺プロダクションの渡辺美佐副社長が天地さんを入院させ、その約1ヶ月後に退院した後は埼玉県の山寺で20日間療養させ、以降約2年半にわたり芸能活動を休止させていたというのが真相だったようです。また天地さんは前述の週刊新潮のインタビューで鬱になった原因について、人気がなくなってきて寂しくなってうつ病になっていたんですと明かされているのですが、実際天地さんは1972-1973年、異例ともいえるほどの爆発的な人気を誇り、1973年にはアイドル雑誌明星における人気投票で145,846票の1位を獲得したにもかかわらず、翌年の1974年には26,562票の7位と、たった1年で人気が急落しており、このことがよほどショックだったようで、天地さんは1974年夏某生放送番組に出演されていた際、突然何の脈絡もなく客席に向かって、私はいつまでもみんなのマリちゃんでいたいのと言って周囲を困惑させたこともあったようですね。ですがこの天地さんの人気急落した原因は週刊誌による誹謗中傷があったようです。というのも天地さんが高校卒業からデビューまでの一時期ソープ女王をやっていたなど、あることないことを週刊誌に書かれたそうで、当時はインターネットなどなく情報が限られていたことから、これらの記事の真偽が判断できずに騙されたファンが数多くいたのでした。天地さんは2003年テレビ番組に出演された際、この噂を完全否定し、19歳で何もなかったのに泣きましたよと語っています。ただ天地真理さんに対するこの誹謗中傷は、天地さんが当時所属していた渡辺プロダクションへの攻撃が目的だったと言われています。1973年渡辺プロダクションが日本テレビに立てついたことで、日本テレビが渡辺プロダクション以外の全芸能プロダクションを味方につけ、渡辺プロダクション VS
日本テレビとその他の芸能プロダクションという図式、渡辺プロダクションを潰しにかかっており、いわゆる渡辺プロ事件です。このことがきっかけとなり、渡辺プロダクションは一気に衰退し、代わってホリプロ、バーニング、サンミュージックなどが勢力を伸ばしたそうですが、天地さんはそのとばっちりを受けていたという。悲しいものでした。1977年、天地さんはうつ、精神疾患になり、芸能活動を休止するのですが、その休止中、天地さんに近しいという某人物が、彼女の人気が落ちた原因は会社の方針に従わなかったからと言ったそうで、その言葉に同調するかのように、某女性週刊誌も、歌手でありスターであるためには常に大衆に向かって実像は隠し、虚像だけを見せていなくてはならない、こうした約束を大衆のアイドルであるべき歌手が自らの手で破ったとしたら、どんな結果になるか説明の必要もないだろうと、天地さんの人気が落ちたのは天地さん本人に原因があるという内容の記事を掲載。こうして天地さんは辛い立場に立たされたのでした。ちなみに天地さんの数々のヒット曲を手掛けられた作曲家であり歌手でもある森田浩一さんは、彼女は自分の意思で動くのではなく、人形みたいな自分に嫌気がさし不満を持っていたようだ。レコード1枚作るにもタレントの意見は入らない、これも不満の一つ。さらに当時の鍋プロ、渡辺プロダクションが求めていた天地像と本人が行きたがっていた方向にズレがあった、これは彼女の成長でもあったのだが、こうした意味で天地まりは芸能企業群の敷いた路線を突っ走らされた犠牲者とも言える。確かにタレントは人間扱いされていない、3ヶ月に一度金の卵を産む鶏、レコードがヒットする歌手かもしれぬ、産まなくなったらポイと捨てられる、当時は私もそう感じていたものですと、天地さんが辛い精神状態だったことを証言しています。そして天地さんの問題発言に関してですが、これに関しての発言があったのは90年代頃、すっかり太った姿でバラエティ番組に出演し、天然キャラで注目を集めていた天地さん、新婚旅行の時、飛行機の一番後ろで H したわ、アイドル当時はホテルに入る時間がないから車ばかりだったと、アイドルらしからぬ伝説的な発言を残しています。いずれもバラエティ番組での発言とされており、他の出演者は口を揃えてやめるように諭していたとのことですが、この発言があったのは渡辺プロダクションの指示によるものでした。1975年には天地さんをアイドル白雪姫から卒業させて大人の女性へと脱皮を図るべく、天地さんの意思とは無関係に天地さんにテレビやラジオで下ネタ混じりのトークをさせ、新境地を開拓しようとしたのですが、かえってファン離れが進んでしまったのです。さて、事務所の問題などで人気が低迷し、散々な人生を歩んできた天地まりさんでしたが、そんな現在の天地まりさんについて調べていくと、破産、古事記生活などの記事が見受けられます。これについて現在天地まりさんは渡辺音楽出版との契約で、天地まりさんが亡くなるまで3ヶ月に1回5万円が振り込まれるようになっているそうですが、全額娘さんの渡しています。天地まりさんが普段生活に使うお金は娘さんが週に3回2000円ずつ振り込んでくれて、それでなんとかやりくりしているというものです。また天地心理その他の収入としては、ファンクラブによる収入があるそうで、これらが天地まり古事記生活などと騒がれる原因だったようです。いかがでしたか？今回は天地まりさんについて詳しく見てきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメントをお待ちしております。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハニーフラッシュ。